そう、めっちゃ撫で方なのよね。こんばんは、インスタ見た、インスタありがとう。こんばんは。うん、低いからこうカメラを下からやってる。サイルームカラーなんだっけ、水色と赤にしたはず。明日劇場ね、明日劇場来てくれる人、まあ行くよ。おこれはエネちゃん見上げてしまう。そう、見上げてますね、角度的に。はーい、していくよ。お、ありがとうございます。あ、夏目さん、お、なんかかわいい。あ、あれか、9月だからかぐや姫なのか。かぐや姫ってやば、もう秋じゃん。ありがとう夏目さん、ありがとう。こんばんは。最近何したの？いや普通にしてましたけど。何、ショールーム以外することないと思ってる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。明日浜ちゃんも出る。そう、ひなのがね、なんか出れなくなっちゃったから。そうね、ひなのは残念だし、浜は嬉しいし、そうって感じ。あの不思議な寸劇ね、あれ寸劇不思議だよね。そう、こんばんは、こんばんは。黒マスク、そうだね、ちょっと冷房つけよう。よいしょ。ただいま。こんばんは、こんばんは。タタ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 。よし、よし。エリちゃん良かったよ。いや、いいに決まってるんだよね、エリちゃんのグラビアなんて。
髪切りました。そうだね、前髪も見たし、前髪も切ったし、髪も切った。いいボディしてました。へー照明のせいか髪明るく見え。そうなんだよね、でも実際見たらもうちょい暗いけど。そう、でも確かにライブの時よりは多少ちょっと明るくなってきたのかな。もうどうしようかな、ハイトーンしようかな。明日楽しみ。そうですね、初めて遊びに来ました。あ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。どんなカラーでも似合うからな。おー、ありがとうございます。明日の見どころ、見どころは全部です。こんばんは。池袋のライブ、うん、ネオンコロライブありがとう。こんばんは。先日の僕の太陽公演みたいな姉ちゃんファンになりました。お話し会も取れてるので楽しい。ああ嬉しい、ありがとうございます。あら嬉しいですね。僕の太陽公演もね、早くもう一回出たいなと思っておりますけど、いつあるかな。こんばんは。オンコロのクイズ難しかった。難しかったね。でも去年もあの問題じゃなかったって思ったんだけど。僕隊は非常に良かった。いやそう、僕隊はめっちゃ良かったよね。いや本当に僕隊いい公演。僕隊また見たい。僕隊めっちゃ楽しかったね。やっぱ僕隊公演がいいよね。そう、公演もいいし本当にめっちゃ楽しかったですね。こんばんは、こんばんは。そう、土曜日は雫公演。そうそうなの。だからね、明日も公演、明日が軽公演で、日曜日、日曜日は8公演なので、土曜日か日曜日かね、なのでぜひぜひどっちも来てくださいです。キョカタムセーターね、キョカタム土曜、土曜ね、土曜日ね、オッケーオッケー。8公演もね、思い出さないと。そう、シュワシュワね、シュワシュワじゃないもんね今。
ズク公演も楽しみ。おありがとう、楽しみですね。雫の8人でセリないと思うよ。セリ用に作ってないから、多分セリは動かないんじゃないかな。こんばんは、こんばんは。シャツでかくない？まあ大きめ T シャツだよね、まあ、普通の T シャツなんだけど、まあ肘が隠れるぐらいかな。セリ楽しみなんだ。あ、そうなんだ。セリね、もうセリ使うのかな。軽公園でセリ使ったことないからわかんないんだけどさ。しずく行きます、ありがとうございます。抱きしめられたらセリ使います。マジ一昨日ぐらいのやつ使ってた？使ってました？抱きしめられたら。マジか。セリありバージョンで覚え直さないとじゃん。うわ、ありがとう教えてくれて。セリ使うんか、誰か教えてくれよ。セリ使うと変わるの？見たことないでしょ絶対この人。セリ真ん中、セリ真ん中？あ、そうなの？どこで使うんだろうね。見てる方はセリが動くと高まる。へえ。こんばんは、こんばんは。セリ壊れてるって聞いたけど、そういつの話かな。最近動くようになったんだよね。いや、抱きしめられたらセリありで、よいしょ。セリアルと見やすい、確かにね、セリアルと見やすいよね。それはもうそうね。僕体で久々のセリだった。そう、僕体で久々セリ上がってるの見た。そうだね、セリあり、セリあるつもりで作ったらセリなくて、なんか全然後ろの人見えないみたいな時あるもんね。全然劇場当たらないんです、頑張れー。ひまわりでセリ上がるとちょっと嬉しいね。そう、なんか久々にセリやった。セリからジャンプするの楽しそう。あー、そうだね。
公演中に救急車来たことあった。そうなの、やばくない、すごいね。大きいメンバーだと頭ぶつかったりする。あー、どうなんだろう、ぶつかりそうになってる人はいたかな、エリちゃんとか。でも絶対当たったりすることはないと思うんだけどな。フリマネでも競りあるんだ。手あげたらぶつかっちゃう。もう確かにね。そうだよね。気をつけよう。じゃあというわけで久々にショールームでした。終わり。ランキング読みます。13位ネスカフェさん、12位マモさん、11位和田ちゃん犬大福さん、10位ヒデオさん、9位 YSA73。また早起き頑張ってね。早起きなんだ。ありがとう。8位清水さん、7位綿飴さん、6位ダイヤマさん、5位 M2BOBO、 あと峯岸南押しさん、4位安さん、3位谷さん、7位くまくまちゃんさん、1位夏目あれ大福さんです。ありがとうございます。じゃあまた明日みんな会場で見てる、会場でお会いしましょうか。配信でもいっぱい見てください。ありがとうございます。バイバーイ。